リカ、全然変わってない。え、私が何？なんでここに？葵に教えてもらった。あのね、あのね、明日のパフォーマンス最高にしようねって椿に直接言いたかったんだ。ごめん、リカ。ごめんなさい。どうしたの？お腹痛い？私、やっぱり怖くて。明日のこと？ロンドンの世界観が崩れたらどうしようって。でも、気づいちゃった。私が覚悟できてないだけだって。もっとロンドンを高めるためにみんなで新しいことに挑戦しようとしてるのに、私はずっと後ろ向きで、せっかくリカが提案してくれたのに、私が台無しにしてる。泣いてるのよ。だってそんなに椿が悩んでて、なのに私。違うの、私が変化を恐れてただけ。全然ダメなのは私。椿、そんなに自分を責めないで。椿はすごいんだから。めっちゃかっこいい、ロンドンのフロントマンで私の自慢の幼馴染。リカ、ごめん。ごめんなさい。ごめんなさい。私もね、全然怖いよ、明日。だってさ、アルタエゴなんてマーメイドにとっては絶対アウェイだし、ドン引きされたらどうしようとかさ。そっか、そうだよね。でもでも、ステージにはマーメイドの仲間と椿が、ロンドンのみんながいる。こんな心強いことある？ない。リカ、ありがとう。明日最高の一夜にしよう。